ひろゆきさんにとって時間とお金どちらが大事ですか？時間のが大事なんですけど、お金がないと時間が手に入らないんですよね。結局人は生きていくためにはお金が必要で、お金がないと結局働くって言ったら、1日8時間働くと、1日8時間寝るとすると、で、そこでこう、8時間寝て8時間働いてで、16時間で、あと残り自由な時間8時間しかないじゃないですか。でもこの働くがなくなると、自由な時間16時間になるので、なのでお金があった方が実は時間が増えるっていうので、どちらか選ぶもんじゃないんじゃないかなと思います。